残りの時間で少しでもクオリティを上げられるように最後にもう一度練習しておこうと思って。大丈夫大丈夫、このライブを無事成功させたらやりたいことがあるんだ。よし、明日は本番、悔いが残らないように思いっきりやるよ。ありがとう、最高のライブやったね。楽しかった。みんな聞いてくれる？うち最高のライブができたらみんなに伝えようと思ってたことがあるんだ。どうしても全員揃ってる時じゃないといけなくて、聞いてくれるかな？もちろん構わないけれど、そんな真面目な顔して急にどうしたの？まさかミューズ卒業するとか言わないわよね？そんなの許さないわよ。大事なこと今から言うね。うちが言いたいのは、お鍋パーティーしよう。もうのぞみちゃんったら、大事な話があるって神妙な顔するから心配しちゃったじゃん。本当です、驚かせないでください。悲しいお知らせじゃなくてよかったよ。私はお鍋好きだな。ごめんごめん、どうしてもみんなと一緒にお鍋を囲みたかったから、うちにとってはすごく大事なことだったんだ。幸せをかみしめるときはお鍋って相場が決まってるやん。ずいぶん楽しそうね。最高のライブだったから、のぞみが言いたいこともわかるけどね。幸せなのはわかったけど、お鍋って季節でもないわよね。全員揃うとぎゅうぎゅうだね。みんなにぴったりくっつけるから、リンは嬉しいにゃ。ぎゅうぎゅうで狭くって、これがいいんだよ。だって、うちらは大事な家族なんだから。みんながいてくれて、あなたがいてくれて、本当に幸せ。いつまでもこうしていたいよ。あなたも幸せを感じてくれるなんて嬉しいな。どれどれ、みんなも美味しそうにお鍋食べてるね。ライブの余韻とみんなと過ごす時間と、こんなに幸せなことってないよね。うちの宝物どんどん増えていくよ。みんなとこれからも楽しく過ごしていけるって思うとワクワクしちゃうな。本当にうちは幸せ者だな。